どう最近ひなぴよでーす。じゃあ今日も蛇の命の続きをやっていこうと思うんですが、なんとね、前回すごいとんでもない展開がありまして、おかみさんとミミズが死んだだけでなく、それでなんか敵討ちをしようとした従業員さんが、刑事に殺され、で刑事が蛇に負けたなんて絶対認めるわけねえだろうって言って自害しちゃったっていう、それをブラックドクターがなんか手助けして、なんか自殺に誘導させた感じだよね、多分ね。はい、ではやっていきましょう。無敗の刑事を止めるにはこうするしかなかった。蛇に勝ちたい執念のあまり歯止めがかからない状態でしたからね。まあ真犯人が死んだことでこの旅館にも平和が訪れるでしょう。違うよ、逆だよ。真犯人が死んじゃったら爆弾問題はどうするのさ。今後のことはこれから推理するまでさ。爆弾の仕掛け場所、あんた刑事の助手なら知らないの？所詮は助手、刑事の考えることなど知りませんよ。知っていることといえば機械などの最先端技術程度のもの。刑事亡き今、推理はそこの蛇探偵君に任せるしかない。無茶ぶりだよ。警察犬でさえ爆弾の発見は無理だったのに。そんな時こそ逆転の発想さ。爆弾の発見が無理なら単純に脱出する手段を考えるのさ。脱出ルートは二通りあるけど。玄関が遠回りルートで裏口が近道ルート。まあ玄関はなだれで塞がってるから出し溶けるのが間に合わないからっていうことで結局裏口なんだけど、で裏口を開けるためには、あーピロリン、裏口開けるためには、あーブラックドクターに ATM 修理してもらう的なかなってことかな。じゃあまあ近道ルート行きましょうか。旅館の裏口に仕掛けられた障害物といえば金の扉だね。そうだね。開かずの金の扉が設置されてるから出られない状態なんだよ。開かずの扉とはいえ、もともと解錠方法があったはずだが、ATM に振り込む。そうだよ。7770ゴールド振り込めば解錠される話だったけど、停電からの ATM 故障でダメになったんだよ。そうなると、現在の問題点は ATM の故障のみ。ATM の故障をどう解決するか。蛇探偵君の推理に期待しようではないか。なんか乗せられてる気がするんだけどなぁ。いやーでもこれしかないよなぁ。そうだよね、多分ね、助手は最先端技術に詳しい。乗せられてるような気がするけど、私もそう思うんだよね。助手の修理技術に頼るしかなさそうだよ。それでは最先端技術で裏口 ATM を修理してご覧に入れよう。裏口に移動します。はい。ATM 修理の件、バッテリーが完全に寿命のようですね。ちょっと、それじゃ修理できないってこと？バッテリーの代わりになる素材が必要です。電力エネルギーを融合できるような磁石、鉱石ですね。鉱石でもあれば。電力エネルギーを融合？知ってるよ。エネルギー融合といえば、ヘビボールという鉱石があるよ。ヘビボール？さっき出たね、話がね。てか持ってるよね、探偵くんね。ヘビボールは一個だけでは役に立たないけど、複数個集まるとヘビボール自体が共鳴することで融合エネルギーが発生するらしいよ。あ、ヘビボール同士が共鳴か。そのエネルギーが一定数を超えると願い事まで叶える力になるって伝説もあるんだよ。願い事？そんな漫画じゃあるまいし。願い事はともかく、そのヘビボールが ATM の修理に必要なのだ。誰が持ってないかね。多分これ間違ってるね。誰か持ってないかね。ヘビボールなら旅館の地下にいくつか保管されてるけど。旅館にあるの？あるにはあるけど持ち出し不可能なんだよ。そんな旅館の規則なんて今更どうでもいいでしょ。おかみさんもいないんだし。規則とかじゃなくて
ヘビボールが地下の壁に固定されてて取り外せないんだよ。へえー。これパックマンみたいになってんのか？あ、違うか。あの、ヘビが、こう、曲がたまみたいになってんのか。なるほど。じゃあ、壁に埋め込まれてるってことか。それは確かに取れないな。壁に固定？鑑賞用の飾りなのかな？意義ありと待った。え、待った。待たないよ。残された時間は限られてるからね。壁に固定されてる件、おかしいわね。地下は本来立ち入り禁止なんだから、飾りも何もないじゃない。どちらにせよ、壁に固定されているのでは意味がない。今この場にヘビボールが必要なのだよ。なんか怪しくね。願い事を叶えるためにヘビボールを集めてるとかなのかな、ブラックドクターが。で、ヘビ探偵の持ってるヘビボールがどうしても欲しいみたいな、そういうこと？誰かヘビボールを所持していれば、すぐにでも修理ができるのだが。そんなこと言っても、ヘビボールはごく一部のレアヘビの体内に稀な確率で宿る激レア鉱石だよ。あ、そうなんだ。持ってるヘビなんているわけないよ。しかし修理にはヘビボールが必要だ。誰か持っているような気がするのだがね。いや、これなんか持ってること分かってそうだな。他に誰もヘビボールを持っていないところで話し合いが終了します。あー、でもヘビ探偵は渡す気ないんだね、やっぱり。やっぱ大事なものなのかしら。まあ激レア鉱石っていうくらいだから大切にしてるんだろうけどね。じゃあセーブして、こっちには行ける？またじゃあ探索しよっか。なんかあるかな。じゃあ話聞いてくか。どう最近？久しぶりに聞いたな。わからないことがあったらとにかく電話だよ。おお、経験値もくれる、優しい。宿泊部屋に壺のある部屋とない部屋があったけど、規則性でもあるのかしら。そんなのあったっけ？壺？あ、ここ大浴場だったわ。部屋。壺のある部屋。ここはない。あ、ここはある。こっちはある。ここはない。ここはある。ここもある。ここもある。ここはない。これヘビが住んでるってか、ヘビが止まってる、うわぁ、ヘビが止まってる部屋じゃない？ヘビだって壺の中好きじゃない？そういうイメージがあるんだけどな。ペーパーマリオ折り紙キングでなんか壺の中からヘビが出てきたっていう記憶があるんだけど。ヘビボールは一個だけでは役に立たないけど、複数集めると融合作用でエネルギーを集めることができるらしいよ。そのエネルギーが一定数を超えると金色の蛇が現れ、願い事を叶えてくれるとかいう言い伝えもあるよ。そうなんだ。金色の蛇が現れる。なるほどね。蛇ボール同士には共鳴作用が働くらしいね。玄関のなだれが、玄関のなだれが溶けるどころか逆に固まっちゃってるみたいだね。そうなると脱出方法は裏口の金の扉しかなさそうだよ。そっか。で、こいつはどう最近ヘビでしょ？で、こいつは？いろいろ販売とか受け付けるよ。そっか、換金アイテム別に。あ、換金アイテムなんかあったっけ？ん？何言ったんだろう、今私。じゃあドクター、ブラックドクター。ATM がバッテリー切れ。代替にヘビボールという鉱石が必要だ。あれ？あ、わかったわかった。そうだ、この間、開けたんだけど、最後のバール開けたんだけど、そう、最後のバールで開けたんだけど、行ってない部屋があったね。こっちだ。こっち行こう。なんだこりゃ。電気制御室。結構広いんだな、地下って。あ！これ、こっち側にある線路が続いてるのか。ん？ちょっと、
線路が続いてるけれども、壁だけどね。ここ掘るんじゃないのか。で、これはなんだ？なんかアンテナみたいなやつ。で、これも、あ、トイレがある。ありがてー。で、これ何？あ、電話だ。一応スキル割り振っとくか。まあ、水レベル上げておくかな。まあ、そうね。これなんだ？あ、やった、100ゴールド。1,2,3,4,5,6,7,8,9。なんだこれ？電力制御装置は、旅館の電力を攻撃力換算で1から9まで制御可能。はぁ、あ。これが1から9ってこと？攻撃力換算？旅館の？何？旅館の電力を。はあ、でヘビーボールだよね、これね。これが。7と8のところにヘビーボールがついてて、なぜか、ここにヘビーボールがもう一個あると。3個。で、これも金の扉だ。マスターキーは持ってないな。で、ここがなんだ？これ何？ここなんだ？あ、これは電話だね。セーブ。で、ここにも3個ヘビーボールがある。じゃあ、6個あるんだ、今、地下に。あれ、何個あるとヘビーボールが力叶えるみたいな。願い叶えるって言ってたっけ？ 7 個だっけ？ドラゴンボール的な仕組み？ちょっと誰かの話聞きたいな。ちょっと7個って言ってたっけ？どうだったっけ？ちょっと忘れちゃった。エリボールは1個だけではなく、複数集めると、そのエネルギーが一定数を超えると。一定数ってどんぐらいなんだろう？今のところ6個集まってるからさ、なんか、ドラゴンボール的な感じで言ったら7個集まったら願いが叶うみたいな感じがするんだけどね。相変わらず雪崩は溶ける気配はやっぱないね。で、ちょっと、あー、ポメちゃん、避けて。他にも多分行けるところがあるのかな？そうか、さっきこっちの奥にもう一個部屋があったかな？こっち行けるか。で、お、金だ！ 100 ゴールド。あ、これは電話か。で、これ何？このタンスは動かせそうだ。おー、やったぜ。ん？これか？えぇ！マスターキーゲットしたよ！え、じゃあもう脱出できんじゃん。ほら、行こうぜ。一応ね、あの、下の階の金の扉もめっちゃ気になるけど、ここね、ここも気になるけど、まず行こう。脱出しないと。マスターキー持ってきましたよーん。アタックス持ってきましたよーん。ちょっと待って。ブラックドクターちょっと、君がそこ避けてくれないと、マスターキー使えないんですけど。はぁ、なるほどね。下の階のやつ使えってことか。下の階の金の扉にこのマスターキーを使えっていう意味だと私は受け取ったんだけど。そういうことですよね、多分ね。一応セーブだけしましょう。あ、ここセーブじゃなかったっけ。いやー、ちょっと。あ、ここだ、セーブ。ちょっとセーブして。あ、間違った。いいの？なんかすごい罪悪感なんだけど。開けますよ。開けました。あ、セーブできるわ。じゃあ、ここにセーブ。これ何？ん？願い事を叶えるには、攻撃力換算で30のエネルギーを一点に集める必要があるようだ。すべての証拠が見つかりました。電話かヘビ従業員に相談することで最後の推理パートに突入できます。新要素ミスリードシステムについては電話の公約情報に説明がありますと。はい、わかりました。ちょっとじゃあ電話聞きに行こうか。電話そうだ。これだ。ついに最終パートに突入します。序盤から逆転の発想系の選択肢が多くヒントも少なくなります。とにかく逆転の発想と表記されていた場合、逆っぽい選択肢を選べばなんとかしのげる。なるほど。中盤からはミスリードシステムが実装されます。
遠回りルートを強制的に選ばされるような仕様です。ミスリード選択肢を選んでもダメージは受けませんが、そこから増える選択肢で間違えるとダメージを受け続けます。逆に正解すれば経験値がもらえるため、わざとミスリードにかかるのも手段です。黒幕は不死鳥級に手強く、どれだけ追い詰めても逆転されるので要注意。エリクサーやポーションを買いだめ推奨。なるほどね。今何個くらい持ってたっけ。ポーション2つ、エリクサー1つ持ってるのか。で、金が結構あるから、蛇従業員からいろいろ買っておいてもいいかもしれないね。じゃあ、蛇従業員にいろいろ買ってみんなを集めることにしようか。でもこの証拠からどう推理するの？攻撃力換算で30って言ったけど、一体どういうことなのか全くわからないんだが。従業員くん、謎が解けたの？買い物がしたいし、アイテム購入で、ポーション10回復か、エリクサー全回復。あ、一回決めてる。はい。まあポーション買っとくか。ポーション1個ぐらい買っといてそれでいいんじゃないか。あ、こっちも見える？あ、こっちは見れない。じゃあみんな集めるか。謎を解けた。皆さんを集めてください。ほとんど集まってるけど、さらに集めるよ。と、推理パートに突入しますと。さあ、推理パートファイナル後半戦。いや、始まったなぁ。これ多分時間かかるだろうな。頑張りましょう。みんな集まったよ。最終決戦の予感だよ。真犯人はあの刑事で決まったんじゃないのかい？いろいろと謎が解明されたらしいよ。蛇探偵が言ってたよ。別に全然まだ謎解明してないんですけど。却下だ。これ以上蛇の探偵ごっこに付き合ってる暇などないからな。さっきまで推理は蛇探偵くんに任せるとか言ってたじゃないの。爆発のタイムリミットが近い以上、脱出が最優先だ。推理することで脱出の手がかりが見つかるかもしれないよ。今さら話し合うこともないだろう。真犯人の刑事は死に、事件は解決したのだよ。宿泊部屋に戻れそう。これはね、意義ありです。意義を発動しました。開幕だよ。今夜はオールナイトで推理だよ。事件が解決してないなら誰が黒幕だというのだね。この事件の黒幕は、わからない場合は逆転の発想で OK。 まあ完全に逆転の発想っていうか、もう最初からずっと疑ってたけどね、助手かっこブラックドクターを。え？助手の方が黒幕なの？助手が黒幕の推理ゲーム、大昔にあったって話だよ。そうなんだ。何のゲームだろう。気になるね。バカバカしい。助手が黒幕などと立場的に考えて無理があるだろう。確かに、上司の刑事に役立たずとか怒られていたしね。刑事が助手に怒っていた理由は、助手が役立たずだから、助手に全ての推理を任せていたから、こういうことでしょうね。それじゃあ今まで推理してたのは刑事じゃなくて、全て助手の助言ってこと？裏で別人が推理するタイプの国民的アニメ見たことあるよ。デルトゥーテーテルトゥーテーテテーかな。上司なのだから怒るのは当たり前だろう。怒る上司は全て部下任せの上司なのか。怒るにしても今回の事件では特に刑事が怒ってたな。殺人事件なのに推理がいつも以上に雑だったからね。むしろわざと負けるように誘導してるような場面もあったよ。助手の推理がいい加減になった理由は、事件の難易度についていけなくなったから。こんなことはありえない。名推理しても刑事の手柄になるだけだから。名推理するほど黒幕を特定されてしまうから、これじゃないか。そうだよ。自分が真犯人なら名推理するほど不利になっちゃうよ。それじゃあ役立たずに徹するしかないね。あの刑事は長年無敗の刑事と呼ばれていたのだよ。死人に口なし、今さら覆るものではない。無敗の刑事と呼ばれていた本当の理由は、刑事は助手以上に優秀だから無敗、刑事は何もしてないから無敗、こういうことだ。もう二択だったらもう簡単なのよ。それじゃあ無敗というのは全て助手の力だったってこと？正しくは無敗の助手と眠りの刑事の関係だね。あの刑事が本当に無敗ってことは、結局本当に数字は嘘をついていなかったよ。バカバカしい。助手が推理していたとして、
助手に何の利益がある。手柄は全て刑事のもの。助手に回ってくるものといえば検視用の死体ばかり。利益が釣り合っていないではないか。黒幕ブラックドクターが刑事の推理に加担する理由。報酬をもらっている、弱みを握られている検視そのものが目的。まあ、逆転の発想って言うんだったら、の検視そのものが目的ってことなんだろうけど、なんで検視そのものが目的なんだろう。わからんな。はい。うん、合ってるね。死体の検視自体が目的？何を言い出すかと思えば、ハイエナじゃあるまいし、死体を漁る興味などないさ。死体を漁る趣味などないさ。それに検視といっても、この旅館で出るのは蛇の死体ばかりだよ。ヘビボールか。ヘビボールが目的で、死んだヘビの検視をして、体内からなんかできる鉱石だって言ってたから、その、まあね、鉱石が取れないかなみたいな、そういう検視ってことかな。人間の死体なんて今回の騒動が初めてだからね。ブラックドクターが検視をする目的は、本当は人間の死体目当て、ヘビの死体だけが目的、こういうことでしょうね。ヘビの死体？人間ではなくヘビが目的。自画自賛も甚だしいものだな。だったら聞かせてもらおうではないか。ヘビの死骸ごときに何の価値がある。ブラックドクターにとってのヘビの死体の利用価値とは、死体を解剖して研究に活用。死体はどうでもよかった。死体はどうでもよかったんでしょうね。多分ヘビボールなんでしょうね、目的は。死体はどうでもよかった。自分の証言を自分で全否定。前回の自画自賛の自画像に足でも書き足してしまったかな。いい煽り文句だね。なんだか目的が見えてこないな。そろそろ結論を聞かせてもらおうか。黒幕の動機とやらをな。ついに切り札の出番。全事件の黒幕ブラックドクターの動機はこの証拠品につながる。これか。切り札って。救済アイテム。あ、ちゃんとなんか変わってるもん。現バージョンでは使用不可みたいな書いてあったけど。複数集まるとエネルギーが融合され願い事が叶う噂も。これ監禁用の救済アイテムってことで使えないことにしてたけど、ここまで使わせないためにってことかな、もしかして。これだ。おい。突きつける方法を選択してね。ヘビボールを証拠品として突きつける。ヘビボールを時速150キロでブラックドクターに突きつける。めっちゃやりてーけど、腕力が足りねー。腕力25以上か。じゃあ証拠品として突きつけようかな。それは、ヘビボール？お前が持っていたのか。盆種のヘビごときが。顔が変わりましたな、ブラックドクター。この助手、突然雰囲気が変わったよ。弾をかざすと第二形態になるタイプのラスボスだよ。だけど黒幕の狙いってこんな小さな石ころだったの？一見小さな石ころだけど一部レアヘビしか所持してない鉱石だから高値でトレードされてるんだよ。現在ヘビボール相場は7770ゴールドだけど悪用される危険もあるから基本的には滅多に売買されない鉱石だよ。7770ゴールド出ましたね。やっぱ繋がってんだ、このヘビボールに。とにかくそのヘビボール持っているならさっさと渡してもらおう。 ATM の修理に必要なのだからな。嘘つけろ。絶対嘘でしょ。ヘビボールが欲しいだけだと思うけどな。渡してダメよ。その助手が黒幕なら悪用する気でしょ。やれやれ、ヘビボールを欲しがっているだけで黒幕扱いとはな。ヘビボールが必要なのは ATM の修理に必要だからと言っただろう。ヘビボールを欲しがっているのは黒幕。これを示す証拠品があったはず。え、なんかあったっけ。思い出そう。現在のヘビボール相場は7770ゴールドだけど悪用される危険もあるから基本的にはめったに売買されない鉱石。救済措置。そこの ATM から7770ゴールド。ああ、そういうことか。
金の扉か。金の扉？そういえば7770ゴールドって数字、聞き覚えがあると思ったら金の扉解除条件と同じなんだよ。金の扉の要求価格とヘビボールの取引相場が同じ7770ゴールドってことは、黒幕が金の扉を設置した動機今ならわかるはず。ヘビボールのためです。ヘビボールをどうするため？ヘビボールを売らせるためです。なるほど。そうだよ、ヘビボールを売らせるためなんだよ。きっちり7770ゴールド要求することで客にヘビボールの売却を促してたんだよ。忘れてはいないかな、その換金用の金の扉は1万ゴールド以上の価値があるものだ。8000ゴールド弱の金でヘビボールが買えるなら、換金なんて回りくどいことせずに高額で募集をかければ済む話だろう。ヘビボールは悪人に悪用される危険もあるから、非常事態でもない限り売られない代物だよ。だから無理やり非常事態を作り出したってわけね。過去にも5回ほど換金騒動が起きてたけど、それもヘビボールを売らせるのが目的に違いないよ。実際換金騒動の最中に何度かヘビボールを売店で買い取ったことがあるからね。だがヘビボールを買い取ったのはあくまで旅館側だ。自分のものにならなくては意味がないだろう。旅館から盗み出せば自分のものになるじゃない。では実際ヘビボールは盗まれているのかな？盗まれるどころかむしろ逆、ヘビボールが増えてるんだよ。増えてる？増えてる？とにかく盗まれていない以上、黒幕の動機がヘビボールとは思えんな。旅館のヘビボールを自分のものにするため、黒幕が使った手段は？旅館の壁に固定するってことじゃない。レプリカは意味ないでしょ。そうだったよ。保管されてるヘビボールを盗まなくても、壁に固定しておけばさらなる転売は防げるよ。それに紛失したわけでもないから、盗難届を出される心配もないわね。ではヘビボール持ちのヘビがボールを旅館に売らなかったらどうする？今回のヘビ探偵のようにな。売られなかった場合の保険が遺体の検視でヘビボールを摘出する手段なんだよ。その手段が有効なのはヘビボールを持つレア種のヘビがたまたま殺されればの話だろう。今回のように殺されたのが盆種のヘビだけなら、どれだけ検視してもボールは出てこないさ。確かにレア種のヘビは殺されてないな。レア種のヘビからヘビボールを奪うために黒幕が取った作戦とは、自分でレアヘビを殺害する作戦、レアヘビを5人逮捕する作戦。5人逮捕か。確かにポイズンスネークとヘビ大型種が5人逮捕されてた。どっちもレアヘビだもんね。こういうことか。そうだよ、冤罪でもいいから捕まえさえすれば所持品検査でヘビボールを探し出せるよ。その証拠でもあるのか？証拠がないならそっちこそ冤罪だぞ。まず最初のヘビ殺害事件で5人逮捕されたのはヘビ大型種。そうだったよ、5人逮捕されるところだったよ。シェフ殺害事件で5人逮捕されそうになったのはポイズンスネーク。そうだよ、このメンツの中ではレア種のヘビ大型種やポイズンスネークが警察に狙い撃ちされてたよ。ヘビボールを持ってそうなヘビを狙って5人逮捕するつもりだったんだよ。あの時点では容疑が濃厚だったまでだ。攻撃力や毒などの証拠もあっただろう。わざわざ体内まで検査しようとしてたよ。あれはヘビボールを探す目的だったんだよ。毒殺事件だったから体内の毒を調べる必要があったまでだ。黒幕の目的がヘビボールなのは間違いないよ。ヘビボール入手方法は3通り。ヘビの死骸、5人逮捕からの取り調べ、そして相場7770ゴールドでの売却を催促する作戦。この3通りの入手プランで確実にヘビボールを奪取する作戦だったんだよ。その確実な3通りの入手経路を全てかいくぐったヘビ探偵。ある意味
一番のレア種だったようだな。犯行を認めたってことね。逆だよ。そろそろ本気で反論するかね。来るよ、要注意だよ。探偵君、君の推理は欠陥だらけなのだよ。まあ、要注意ってことはあれかも、ミスリードが来るのかもしれないからちょっと気をつけようね。ヘビボール入手が目的で、わざわざ金の扉で監禁したという推理だが、旅館の客誰もヘビボールを持っていなかったらどうする。無駄手間もいいところだ。閉じ込められたからには黒幕側がヘビボールの有無を知っていたはずだよ。ヘビボールを探知できそうなのは警察犬、ヘビレーダー、スカウター。警察犬でも攻撃力とか別にないしな。なんかスカウターみたいなのあったとか。それと似たようなことを犬が担ってるんだから犬になわなきゃダメだよ。はい、すいませんでした。警察犬か。警察犬がそういう役割も担えるのか。そうだよ、警察犬が凶悪犯を探し当てたとか言ってたけど、ヘビボールを探し当ててこの旅館に来たって線が考えられるよ。やれやれ、それでは前回の証言と矛盾しているではないか。我々がヘビボールの持ち主が分からずに大型種や毒ヘビを狙っていたという証言だったろ。警察犬にヘビボール探知能力があるならすぐにヘビ探偵だけを狙い撃ちすればいい。その通りだな。ヘビ探偵だって毎回そこそこ狙われてたけどね。まず我々がこの旅館に緊急派遣されたのも捜査令状に基づいてのもの、つまりは国からの要請だ。そして捜査令状の任務内容もヘビボールなどではなく凶悪犯の逮捕を目的としたものだ。まさか国家ぐるみでの犯行とでも言う気かな。黒幕の思惑通りに捜査令状が出されている件、国家ぐるみの犯行なのか。ここで攻めに転じるのは危険。なるほど、じゃあ今はまだわからないの方がいいんだな。断言しちゃうよりは今はまだわかりません。ずいぶん逃げ腰ではないか。さっきまでの探偵ぶりはどこへやら。いつものヘビ探偵と違って苦戦してるな。対戦相手はいつもと同じよ。違いは無敗の刑事というピンボケフィルターを挟まないだけの差に過ぎないわ。刑事ピンボケフィルターって言われてる、かわいそうに。とにかく情報が足りないってことはまだ解決してない事件が残ってるんだよ。そして全ての事件が解決した時に足りないピースが埋まるはずだよ。まだ解決してない事件といえば、温泉でのヘビ殺害事件はこれはムカで、深夜のハンター殺害事件が分かってなくて、オカミ首吊り殺人事件が、まあ、ミミズプラス刑事って言われてる。これか、ハンターハンター殺害事件なら解決済みではないか。そこのヘビ大型種の犯行だとな。その事件は誤認逮捕のままだよ。決着をつける時だよ。どうあれ過去にボロ負けした事件を自ら引っ張り出してくるとはヤブヘビの極みよ。ヘビごときの推理では人間様には勝てない現実を思い知るがいいさ。次のハンター殺害事件リベンジ戦に備え行動を選択してね。じゃあセーブして今日は終わろうかなと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。いやーもう最初の方本当にもう1年前ぐらいにやったハンター殺害事件の真相がやっとわかりそうですね。いやー楽しみだなこれは。あーもう喋りすぎて口が回らない。もうね今日ね4本ぐらい撮ってるんですわ、蛇の命。ちょっとね喉もカピカピだし、ちょっと今日はこれで終わります。ではまた次回お会いしましょう。おつぴよでーす。次はいつ撮れるかな。